左に来たぜ。無事に。当たり前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああよかった。よっしゃよし全員無事帰還作戦大成功っす星を救うでっかい初めの一歩だうんお前らピーヒャラ喋るんじゃねえ捕まるぞクロペ次の作戦まで自由行動最高にうまいもんでも食っとけアジトでな忘れたか店の名はセブンスヘブンティワに顔を見せて安心させてやれ今夜は返さないマリー父ちゃん帰ったぞ本日の列車の運行は終了しました兄ちゃんは広場にいるよ神羅はあばら爆破の犯人を探して八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ、魔鋼は星を巡る地って言われてもな剥がしても剥がしてもすぐ元通り妄想じみた主張はともかくしつこさには頭が下がるよ見ろよあの美しい鉄骨たまんねえなおい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー俺はとにかくご飯ご飯ジェシーはうん今日の反省かなちょっと聞くくらいこれかねああの現在緊急事態につきこちらは通行禁止になっていますすみませんもっと堂々とせんかあはいここは通行禁止だ速やかに立ち去れまだ甘いぞさらなければ捕らえるぞいいぞその調子だになってきた修理の腕上がったないつか見せろってあマリン父ちゃんお帰りなさいただいまお帰りあいい子にしてたかうんティファと遊んでたおーそうかよし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 お疲れ様うんそれどうしたのああ本物でしょ珍しいねんえっ意外だなクラウドこんなことするんだ5年ぶりだ少しは変わるさえバレットに話があるうん入って入ってコールが爆発したんだよずっとニュースばっかりなのマリン
父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、念念しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。片付けが終わるまで、マリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。警察だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、なんと八番街じゃ死んだお肉の気持ちも分かる。崩れ落ちる大惨事。嘘。軍が出動したけど救助は難航中。しかもさらに崩れる危険性あり。怖え。この目で見て仕入れてきた貴重な情報なんだ。ほら、サンギルちょうだい。ただとは言わせないよ。今日はしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや。そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるから、ここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。
でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ、あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か。開けるぞ。おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もう一回様子を見て。仕事に行けないことをみんな気にしてる。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く。JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って
代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは、JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目、変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ、せっかくだから、買い物すれば？見るだけ見てみよう。冷やかしか。気が乗ったらまたどうぞ、ティファちゃんと一緒に。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテム。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。上が困るのはいい気味だぞ。はじけの犯人はアバランチですって。マールさん、フィルター交換です。ティファ、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いから、それは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、
まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア持とう。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから、俺らなりの例、その2。何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいれば、すぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ウェッジ、強肩だな。ティファちゃん、気をつけてね。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。すごい、これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか？ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。
そろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、ウェッジ、行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。何？あんたを見習って強くなる。今月のモンスター討伐数が出たよ。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？